こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは DRA ダブルアクション。この馬も好スタートを切りました。パーフェクトディッシュ前に行きそうです。 DRA それに続いています。さらにはダブルアクション11番ホワイトハート、その後ろ後方に控えたのがシャープキャプテン。先頭に戻りましょう。先手を取ったのは DRA 黄色の帽子ダブルアクション、その後ろすぐ後ろにパーフェクトディッシュサイレントアップ、それに続いています。その外にストーンシャワー、その隣にアフリカンセクレタリー、すぐ後ろにノースリーズン青の帽子ミッドナイトジーニアス、その後ろすぐ後ろにホワイトハート、並んで5番マックスウォリアーハートオブパンサー。この馬もこのグループ、しんがりからシャープキャプテン。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から7番ダブルアクション、一気に先頭に立ちました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ストーンシャワー DRA 先頭に襲いかかってきました。ダブルアクション3番手河内サタデー、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ストーンシャワー先頭、差はほとんどない。2番手はディアレイ、先頭を捉えるか。残り 200m、 ストーンシャワー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。河内サタデー差し切った。2番手はストーンシャワー、河内サタデー1着、河内サタデー完勝、河内サタデー1着。2着はストーンシャワー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。河内サタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はデアリングテンザン、デアリングテンザン先頭、2番手はコーナーカラーズ追いすがる。さあシンボリインディ一気に来た。あと 200m、 トロットスター余力は十分か。さらに引き離していきます。トロットスター先頭、シンボリインディ迫る。トロットスターゴールイン、トロットスター1着、2着にはどうやらシンボリインディ見事に勝ちました。トロットスターシンボリインディ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。